いや女の子に声もかけられたしもうええかな今日は。いいな。ただね、はい、懸念した回転率は下がらないんで。いやけどそのそこの勝負で言ったら僕完全に負けてますからね。そうでね、本当これ結果が日々ついてきてたら、はい、全然愚痴ることもなく、あいいよいいよ1000ぐらい1000いってみるみたいな気持ちで打てるんですよ、はい、ちょっとね当たりがこんなに当たらないと嫌になってきますね。だから勝つときはなんとかひねり出してひねり出して数千円とか1万円ぐらいなのが次の実戦で1時間で、ま、なくなるんで、うん、しんどい。ジャイロさん朝一どんな動きしたんですか。まず後ろからの番号だったからやゲームは回ってるなと思って、はい、そっちの海とか見に行こうかなと思ってこの島通ったらヤマトがなんかおっという釘してたんで撃ったろうと思って。ちょっと待ちいなコントロさん、よくもまあそんな嘘ベラ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 話しまんな、何かおってよくにしてたやねん。ボケお前朝一素通りしてたやないかアホ。じゃあなぜ今近藤君がこの台に座れているか、次の3つのうちから答えなさい。1、佐々木が各台の盤面を見て今日一回ると確信して教えた。2、佐々木がさまよう近藤に対しこれに座るよう指示した。3、一般ユーザーに取られかけたが佐々木が念を送り阻止。制限時間ここまで。正解は全てだ。さあ鼻が伸びきったピノキオ近藤よ、佐々木からの指定台で分回る台を存分に堪能しなされ。いやー僕は初見の見せいでバリ悩んだっすわ。確かに初見はね、何がいいのかな。じゃあどうするんですか。エウレカも良さそうに見えちゃうけど座られちゃってるしな。2万円で470回転を超えてくれました。でもね当たらない。いやこれ打ってるよ。2万2000で500回転か。はい、移動してきました。ジャイアンさん、はい、ここ最近いつ風俗行ったんすか。いや行ってないっすね。何をたわごと。だからもう行く気力もないです。金も気力も、はい、あ、そうなんすね、うん、もう死にたい死にたいって思う毎日ですもん。よっぽど当たってないんですね。人にパチンコ見たくないし、もうぶっちゃけ本当技研も引退したいぐらい。マジっすか。こんな世界いなくなくなればいいのに。いやけど今結構やっぱ引っ張りだこじゃないですかパチンコ屋から。でもいつもろくな当たりも取れねえし、いつもマイナスだし、うん、それでいて負けても思考が足りねえんじゃないですかとか言われるし、はい、どこまで思考すればプラスになるんだ、じゃあ教えろこれだって思うんですけど。だから夏と今日合わせて、はい、あれヤマトで今6万5000負けてるんですけど、はい、24.1 か 3.3 円でこの前やった時は、はい、もうケッソンで言ったら3万発くらい出てるんですよ、はいはいはい、2日でヤマトだけで、はい、こんなのがいろんな機種って毎日出てて、それでも思考が足りねえとか引きが関係ねえって言われたら殺したくなりますよもう本当に。じゃあお前らこの引きの弱さ味わってみろ、箸にも棒にも引っかかんねえ引き弱はいいんだよって。いますね。机上の空論なんかいらねえんだよって。だったら俺を勝たせてみろよって思うんですよ。僕が軍団やってた時もほんまに負けてんちゃうんってやついましたよ。トータルしていますでしょ、はい、マジで大丈夫みたいなやついましたね。で、あの聞きは関係ねえとかってやつって絶対に行商食らってるからムカつくんですよ。関係あらボーグなんか偉そうに講釈垂れるんだったら俺を勝たせてくんないかな。差し入れも山ほどもらってますね。もう笑う余裕がないっす。それな、え、今何も入れてるんですか。2万5000ですよ。大したことないってみんな言うんですけど、はい、こんだけ当たらない日々を1年半繰り返して同じこと言えるやつがいたら、はい、本当土下座してやりますよ。まあけど僕出玉勝負なんやったらゴルゴこれ一発ラッシュ入ったらもう多分ひっくり返らんぐらいの出玉作れると思うんですけどね。いやでもゴルゴラッシュ入っても1500発で終わりますよ。いやいやいや、こいつのポテンシャルはそんなもんじゃないですよ。ポテンシャルなんか引き出せないんです。どんなにネガティブなんですか。ネガティブにもなるってこんだけ まともに立ち回って今月まだマイナスですからね。はい、で押し打ちとかはしたら収録だけだったらチャラぐらいなのかな今。ちょっとマイナスぐらいかな。でも期待値プラスのダイブってチャラですからね。やっとはい、どんだけ欠損出てんだって話だし。いやもうストレスがやばい。
600だよ。で3月1日は現で8万ぐらい買ったんですよ。ああそうなんですね。30超える台で、はい、負けもんですよ。で三つ星さんで3月3日シンフォギアとかで5万負けて、で3月6日はあれスロットかで、3月7日がライブガーデンさんの 20回ったんですけど、あいつがとあるが、はい、俺だけ2万負けて、はい、で大阪の無双はなんとか1万近く勝てましたけど、はい、本当にやっとかやっと浮いた、やっとホームラン打ったと思ってもその勝ち額はすぐになくなるくせに負け額はずっと増えていくっていう、このね手がムカついて仕方ない、はい、余剰はすぐに収束するくせに決勝は戻ってこない、これが本当にムカつく。何なんですかねこのクソっていうパチンコっていうクソギャンブルは。ついてた分はすぐに飲み込むくせに、はい、足りない分は絶対返してくれない。まあけど美味しいキャラやと思うんですけどね、ジャイロさん。だから引き強が本当に羨ましくて仕方ないっすよ。いや僕も引き弱いっすから羨ましいっすよね。だって引きが強いと展開にも恵まれるから楽じゃないですか。そうっすね。それでいて周りからは上手いって思われるわけじゃないですか、勝ってるから。あ、上手いんだって。そうっすね。パチンコは引きじゃないとかどやれるじゃないですか、引きのくせに。はい、引きのくせにって。引きですよ、パチンコに腕なんてないないって俺思ってるんで、これは本当に。あ、そうなんですか。結局環境と、はい、環境だと思うんですよ。あ、環境は確かにけど大事ですね。そうそうそう。じゃあ上手い人は日本全国どのホールでも勝てるかって言ったら絶対無理じゃないですか。無理ですね。だから環境と引きのおかげなのになんか上手いなって言ってるやつ見る、俺上手いみたいにどやるやつはバカじゃねえのと思って見てることもある。でも本当に上手い人って、はい、やっぱそこら辺分かってるんですよね。そうですね。謙虚っていうか、いやほんまに上手い人がこの動画見たら今日は多分ジャイロさんの勝ちって言いますよ。ああ、それならいい。でもね、はい、本当ね、何とも言うけど結果が出てればね、もう回ってる台、あ、今日もしっかり一発目に、はい、いいのに座れて腰据えて打てたらよかったってなるんですよ、はい、よし今日もホールが用意してくれた台におつかめた、ホールさんの宣伝にもなる、オッケーっつ、今日の仕事終わったってなるんですけど、はい、ちょっとねちょっとやばい、もう心がバッキバキ。もう試してみるか。あ、変動開始時にレバブル人、頼む643回転、ケニーで終わったらまだやばい、金、あー、ワーニングか。やばい、今レバブルロングだったと思うんだよな、ショートじゃなくてロングブルだったから激アツなはずなんだけど、反撃すんな、オッケー、熱い、これは熱い。ばあさんが女性から差し入れもらってる時に僕は当たりそうです。ガチか。赤の変化だから赤保留以上か、頼む、今日初の赤保留。でもね、金じゃないと不安、正直外れろ。外れろとか言わないで、本当に。当たるな。あ、金山と来ねえ、金山と横国が来ねえよ。当たるな。やばい、店遠隔しろ。あ、でも赤タイトル、ヤマトタイトル赤、これは足りてそう。ヤマト当たってラッシュ入らんといてほしいな。あ、フルーツ。あ、それは当たるですね、さすがに。やっぱね、変動開始時レバブルショートとロングがあって、ロングの方が熱いんですよ。それ来たもの、これ外れたのも本当に技研解散しちゃうよ。佐々木さん力貸して。え、てかその台やばいっすね、怖い。あれ、ちょっと待って、レバーの溜まってないし、ここの来たもないし、あ、でもフルーツタイトル出てるし大丈夫か。できればね、ここの右下にルーレットが回って来たって出るとかなり熱くなるんで、それが出てくれればベストだったな。金カットイン、多分赤カットインだな、多分赤、ね、諦めない、俺も諦めない、行ってくれ山本、刺せ、そのまま、刺せ、競馬みたいなこと言ってくる、行って、刺せ、いや、当たらず、刺せ、やったー、28,500円、643回転、長かった、3倍で済んだか。
でこの昇格演出で昇格することはなかなかないですけど、いいですよ、閉じてください。デカボタンだったり、あとは押した時にユキのセリフがお願いの声が出たら昇格します。要はダイヤマトと同じですね。はい、あ、全然大丈夫ですよ。はい、はい、ありがとうございます。当たりました。当たったのよ、さん。はい、当たりましたよ。何なのあの人、何なのあの人の人。頼む、ここラッシュ引かねてやべえよ。入るな。波動チャレンジはチャージと艦長の特訓とナターシャだっけ、まあそれは入っちゃうんだけど、特訓だったらいいんだけど、重点赤 4割強かな、 45% ぐらいラッシュ突入する。ただラッシュ突入するとき一番選ばれるのがこの赤なんで、やった、重点赤で入んないと本当に折れる。やった、復活あったと思うけど来なさそうだな、こね、やった、ラッシュチャレンジ赤でダメだって聞いた、俺が壊れそうだ僕。いやー、これラッシュ入れたいな、マジで。これラッシュぶち込んだらアンジュさんとぶち込める。ダメです、それは許します。頼む、よし、頼みます、お願いします。いやー、ゴルゴはね、これがおもろいんでね、これがおもろいですよね。数字揃い引いたの。あ、そうです。うわー、きたね。いやー、これがドキドキする。止まれ、これでいけ、これでいけ。あー、大丈夫これ、大丈夫これ。どっち選びました。あの、一撃のやつです。何パー。いや、言わないです。うわ、これはあかんわ。あ、失敗した。いや、49。それ一応パーセンテージ通りの期待度って言ってるけど絶対嘘だと思う。ねえ、多分これが一番寒いんですよ、49。そう、寒い。頼む、ほんま頼む。多分ダメだと思う。よーい、行ったの。勝った。おい、引きは関係ない。眉毛がそっくりや。引きじゃねえかよ、やっぱパチンコはよ。よっしゃ。いや、一番店で期待値あるだよってのに一番負けてんの俺だぞ。説明しろ、ポーケが。いやけど、それガチかもしれんですね。期待値一番高いの多分おそらくそれやと思うんですね。これだと思います。はい、あ、思考が足りないんですね。さあ、もう1セットいきましょうか。いい音が聞こえてきたな。ゴルゴが、これおもろいわ、ほんまおもろい。つまんないっす。いや、おもろいっす。いや、多分ね、もう1回、いや、もう2回3000発取れたらゆるがんですね、僕の勝利は。ゆるがんないと思います。だって今7000発まで、7500発マイナスですから。まだ分からんすよ。今で投資が僕1万1000なんで2750発。あ、けどこのあたりで5000発ぐらいになるっすね。まあ3000発か、じゃあ1万発ぐらいの差か。おい、引き当たね。いや、このゴルゴのこの期待度上昇するやつ、この面白さ多分みんな分かりますよね。分かんないっす。え、嘘でしょ。だっていつも失敗すんだもん。いや、安心させて。47。え、多分これ早かったと思うから、時間的に多分これ当たるんちゃうか。多分明らか早かったやろ。さあ、どうだ。え、マジダメでしょ。はい、マジか。だから入り口の狭さの割にそんなに出ないから嫌いっすね。ああ、ゴルゴは。いや、けどこの面白さが僕は好きっすね。ラウンド中に復活したことあります？ないっす。俺もない。あれ都市伝説でしょ。ですよね。はい、あ、お、復活したっすわ。ジャイロさん、え、復活したっすわ。いや、やっぱさっきの多分早かったもん。引きは関係ない。ジャイロさん、単発やったんすね。単発です。赤のチャージでダメでした。赤のチャージで入んないときついんだよな、小野田。いや、もう僕の勝ちですやん、今日は。そうですよ。何が一発あるからまだ分からないだ。結局こうなんじゃねえか、クソが。はい、4万円目いきます。4万円目。いつもこうですよ。さあ、
もう一回頼む。いや吐きそうな思いしてやっと勝った1万円が1時間で消えるんですよ。勝つときは数千から1万、負けるときは 4,5 万。そんなパチンコを1年半もやったらこの気持ちわかると思うよ。みんなもう一回当てたい。いやこのドキドキするわ。この時間イライラしかしないっすよ。これが病みつきになるですね、ゴルゴは。ほんまに、あ、早い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 、70ぐらいいってほしいな。いや微妙やで、微妙やで。何パーすか。56。今までで一番高いですけど、なんか微妙やね。なんかこれも早かったような気がするけどな。関係ないんやろか。かも。おい買ったわもう。さあもう一回いきますか。一撃2万発ぐらいいきたいですね。もう僕はこっちしか選ばんですね。なんかちょっとプレミアみたいですね。見たいっすね。覗き穴に V とかそういうのみたいな、ね、やばい声が出なくなってる。多分この目がちょっと1個あるとかもあるような気がする。館長だ。ああ今回も早いね。セリフ赤になるよ。止まらず行こう。デバブル、あ止まらず。赤ボリューと一緒だこれ。行こう行こう。ちょっとチャンス来たよ俺。わさ行こう行こう。外れますよ。やっぱ外れる。俺もそう思う、はい、もっと行こう。どん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 行こう。デバブル、もうちょい行こう。デバブル来ねえ。うわ66、止まれ。デバブルは来なかった。70行こう。一応ボタンストックかで、ボタンストックの時はこのウィンドウの色に注目ですね。赤ウィンドウ、赤ウィンドウがどれだけ出るか。ただここで見た時点でチャンスではあります。前回と言ってるパターンかな。75かな。やべ赤が全然ね、緑のウィンドウも出ねえよ。 あ出た、1個出た。多分これ東北違いますかね。1個は出んだ赤ウィンドウ。違いますかね。ゴルゴ大好きな人教えてください。多分今の東北違いますかね。悲しい。何個ストップする。1個か。あれいただきます。あれ灼熱。全回転余裕な。神の主催者決戦いった。一番強いやつ、一番強いやつ。ただレバーストックが溜まってないから簡単や。あ、金山と背景なし。ちょっとワーさんこっちも熱いの来た。157回転頑張ってください。ヤマトタイトル赤も出た。大事なもんは出た。プレート赤になって。嘘だろおい。テロップ、うわテロップ星を。うわそうだろ、やめてくれやめてくれ。外れなのこれ。でも確か7割ぐらいあんだよこれ。このリーチだけで確かワインのね、ガミラスのワインの量が多い少ないのチャンスアップが確かあそこなんだよね。前半のチャンスアップ今少なかったな確か。あそこ俺の記憶が確かなら。次後半のチャンスアップ、あアナライザーだから後半チャンスアップは出ちゃった。前半も後半も固定チャンスアップが出なきゃ当たりだから一番ダメなパターンなんだよね。前後半どっちもチャンスアップ出たら強いんだけど、だから前後半ともに出るか前後半ともに出ないが強い。やばいやべ、俺の心はもうボロボロなんだけど。なんかダメくせ。やばい引けない、怖くて引けない。ダメくさ、やっちゃったくさい。あいった、やったやったライトミドルソルこんなに必死になってんだよ。もっと穏やかにバチンコ落ちてよ。もうあれこれ演技じゃないからね。もう本当に心追い詰められまくっててやべえんだよな。もう余裕なんでちょっとラッシュ入れてくださいよ。ジャイロさん入れたい。頼みますよ。ラッシュの面白さを伝えたいっす。157回転追加投資2500円か。 V がドックンドックンのパターンだと6割ぐらいあるけど、ラッシュに入るときでもそれは選ばれにくくて基本的に重点。今度こそ行ってくれ赤だ。ちょっともうボタン押すのやめていい。ボタン押すのやめたらね、これがゼロになった瞬間にバイブするから。やったね。折れそうな、もう折れる、折れる、とっくに折れてんすけど。左内に戻してくれ、左内に戻してくれ。思いっきり左内に戻してくれって聞こえてます。はい、最近俺の脳内にもう一人新しいおじさんが出現し始めて、はい、
稼いでるからいいじゃんおじさんが出始めてるんですよ。なるほどね。あ、これ当たるんじゃん。あ、ええ、何そんなことある、何数字揃っちゃう、そんなことある、当たるんじゃん。当たらへんやん。いや、1回転で当たるかと思いましたね。内容は僕ボロ負けしてますからね。内容は水曜ボロ負けしてません。ビール大丈夫ですか。僕さん、ごめんなさい、飲めないです。あ、そうですか。ご飯は大盛りできますか。皆さんどうしますか。僕普通でいい。普通大盛り、普通ご飯、ご飯の大盛り、普通普通でいいっす。じゃあみんな、みんな普通です。なんじゃその言い方。普通でいいっす。絶望処理やん。どんだけ負けたら気にするの。あれが一番ちゃうんすか。店舗で今日で言ったら一番台は掴んでるんですね。一番台掴んで一番負けてほしいです。マヨの品種を勝ちたい。マヨなんかどうでもいい。玉は美味しい。変わってほしいぐらいですよ、その台が。どんな変わってほしい。当たってる、当たってる状況で変わってください。僕がっすか、うん、それがさすがにやばい。卵と交換してください。卵とで、卵とそれぐらい全然いいっす。もういいや、もういいや、何が回る。起きた時代死ねばいいのに。バカんじゃないの。多分ね、明日5万ぐらい負けたら笑い出すから、笑い出したらやばいと思って。笑い出したらここの風船パンパンの状態で、あと一月では弾けて発狂して泣いて暴れて、下手したら死ぬんで。あ、これもいいじゃん。どれだ、これだ、多分これ。あ、すみません、玉ねぎ俺で食うんで。マリアンです。誘い持ってきちゃう。いや、誘い持ってきちゃって。何がソースでいけ。ソース、あ、すみません。あ、いただきますよ。なんか欲しいのあります。いや、いないです。この空気で流れが変わりゃいける。手入れますね。またホッパーコードはしないですか。しないですね。いや、僕なんかそのそれやめといた方が良さそうですよね。自分のストッパーは意外と結構しっかりしようかな。おこいつでバレたら俺最悪やみたいな。やっぱ女には手出さない。普通に報道する人ってなんか後先考えてて、とりあえず誰でもやって後悔するじゃないですか。いや、めっちゃまともな返答来てね、俺困ってたって思い出す。あの芸能人にセックスしようって言われて多分やりますね。それから僕嫁に言ってるんですよ。あの本当にこいつでバレてもええやって女が俺誘われたら俺行くわ。けど逆に嫁もその例えばまあキムタクとか、まあ、ありえんけど、いやジャイオさんもいいですけど、キムタクとかに誘われたらもうそこは行っとけみたいな。行くべきや、行くべきや。俺もうちっちゃい頃は成人したと同時に子供いるのかなと思ったけど、成人2周してんのに子供どころか夢もいます。彼女もいます。いません。友達も、金だけ。友達もいます。え、誰。お前、俺お前のこと友達じゃないから思ったことないから。はい、シュウだよ、シュウ。あ、そう、シュウ。あ、シュウくんだよ、シュウくんだ。シュウ、三島のシュウくん。シュウ、カツ、タカシ。新しいキャラクター。でもお前のこと友達思ってへんの。思ってる。そんな大丈夫。高志参戦。じゃあゼロさん、ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまです。全部ゼロの終わりに。こっち経費はただなんで。経費なんでこれ。マジですか。経費で飯食いに俺っていうの。たった1000円の定食のために。あのお皿を頼んで。ありがとうございます。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。本当はね、ここでいろいろやりたかったな。その調子、その調子。ジャイロさん、受けたんすね。はい。いや、今あの、YouTuber の涙さんっていう人、おお、と写真撮ってて、いや、涙さん、綺麗でしたよ。え、なに、女の方。そうっすよ。俺も呼んでよ。涙、アットマーク、YouTuber って人。あー、わかります。わかると思う。俺も確かフォローされてるはず。もう帰っちゃいました。あ、多分帰っちゃいましたね。胸元もう全開にして来ましたよ。あ、あれ、あの方かな。金髪ってか銀髪。あ、そう今うろついてますね。声かけに行こうかな。逆にいや、ありやと思うんですよ。そういえば涙さん今ゲン見てましたね。あ、そうなんですね。声かけるか迷ったけどやっぱいいやと思って戻ってきちゃいました。あ、ほんますか。なんか用事ある言ってましたけどね。俺に用事はないのかな。ないみたいですね。俺のことは話してました。話してないです。死にたい。
えけどさっきジャイロさん店員さんにイケメンや言われてたじゃないですか。でも結局俺になびかないじゃないですか。はい、いや分からん、分からんじゃないですか。押してなかったっすやん、ジャイロさんが。押し方が分かんないですよね。うん、4万円なくなりました。お疲れ。4万円いきます。はい。ああ、パチガブの子か。あ、そうですそうです。総合フォローしてましたわ。あ、涙さんいますね。いますでしょ。はい、やっぱ声かけに行こっかな。なんでなんすか、可愛いからっすか。可愛い、いや可愛いっすよ、普通にめちゃめちゃ可愛い。なんかね、福岡に、はい、レムっていう、はい、あのキャバクラの勤務の子がいるんですけど、あの人そっくりでびっくりしましたね。はい、でもの俺にはアンチュがいるし、あとね、なんかね、みんなね、やらかしただろ、女にすぐちょっかい出すなど言うけど、はい、逆っす。俺は逆に女に近づけないっす、そう簡単には。いやけど僕もよう言われますけどね、手出しとみたいな言われますけど。で、手出してるって言ってくるやつが実は一番手出してるっていうオチ。そうですね、ふざけてますよね。お前の方が出してんじゃねえかと思ってからと思ってただの嫉妬っすやん。嫉妬もしくは俺を隠れ蓑に好き放題やりたいやつもいるんすよ。はい、ジャイロには気をつけろって言って、そうやって女に近づくやからもいるんで、うん、知ればいいの。あー、でもナメタちゃん可愛いな。いや綺麗でしょ。しかも割と真剣に釘見てたから、ああ打てる子なのかな。いや今度ご飯行きましょうって言ったら、分かりましたって言われました。そうね、でわーさん、そのね、社交辞令なのか何なのかがよく分かんないから怖いんですよね。もうそうですね、生きるのが。はい、今度ご飯行きましょうって成立しないんで、この国は。そうですね、だけどまあ一応僕から言いましたから。おー、もう社交辞令ならごめんなさい行きませんって言ってくれた方がいい。間違いないですね。だから俺この間フェアリンちゃんと一緒の店で被ったんですけど、はい、フェアリーさんどうでした、ちなみに。可愛いっすね、やっぱ。やっぱそうなんですね。ただあの子物言いがはっきりしてて、はい、ジャイロさんにはとは共演 NG だったんですよ、会社に言われて。はい、私は好きでも嫌いでもどっちでもなくて、ぶっちゃけ興味がなかっただけです。はい、あそこまではっきり言われると逆にすげえ接しやすいですね。はい、それ過去の話ですか。その過去の話です。ああ、なるほど、ね。今は別に俺に興味がないそうです。あ、まあ、そこまではっきり言ってくれた方が助かりますね。本当そういう子の方がいい子よ。はい、社交辞令言う子って相手のためを思ってるじゃなくて、自分のために社交辞令言ってるだけですからね。気使って社交辞令を使ってるんだけど、気使ってるのは自分自身のイメージのため、嫌われたくないから社交辞令言ってるだけなのに、うん、なんか私も周りのこと考えて社交辞令言ってますみたいな連中嫌い。言っちゃったよ、ついに言っちゃったよ。ほんと社交辞令やめてほしい、日本の。ああ、きっとだから回れば勝てる、期待値を追えば勝てるってのも社交辞令だ。いや、全然違いますよ。あ、ジャイロ遺伝大好きなんで、よかったらちょっともらってください。すいません、甘ぎふいただきました。どうもありがとうございます。ガチ甘ぎふ、あ、ありがとうございます。甘ぎふもらったんですか。甘ぎふもらいました。ジャコさん胸でかいっすよね。ツイッター見とったら結構でかいって自分で言ってましたよ。そう、だからあの以前なんか痩せてた頃の写真上げてましたけど、はいはい、あの頃に比べて お胸も成長したからいいよねみたいなリップしたら普通に返してくれたけど、すげえこと言ったなみたいな。でも確かにお胸もきっちりありますね。何カップだろうな、D ぐらいあるのかな。D か E ぐらいありそうですね。僕らこんな話しかしてへんすよ。しないですね。はい、結局パチンカスなんて金と女と酒なんすよ。はい、そうっすね、大体そうっすね。はい、ゴミのような引きでしたね、今日も。さあ、最後に上のデータだけは見せたい。あれね、口頭で言ってもね、悲惨さが伝わらないのがムカつくんですよ。はい、390回転、その前当たったのが157回転、これだけ確率分ね、1643回転、今日の累計1190回転回して初当たりにラッシュにゼロ、初当たり確率約600分の1です。はい、今日もついてなかったですね。今日もいつになったら僕は普通に平穏にパチンコが打てるんですかね。結局ゲンさんで、クソ回るゲンさんで出した分のお金はなくなりました。ムカつきますね。回らないで台打ってね、なくなるなら分かるんですけどね、これぐらいの台を打って
勝てないとストレス溜まりますよ。ということでエンディングです。じゃあ僕も締めますわ。はい、打ってたんですけど時間も来たんでこれで終了したいと思います。まあまだねジャイロさんとの勝敗はまだ分かってないですけど、僕のゴルゴこれデータどうやって取るんやろ。こうやったらいいんかな。これ見てもらったら分かるんですけど350なんですよ。誰かにこじってもらいます。でもそれだ捨てるならそのタイミングかもしれないですね。捨てるならいやけどまあ多分期待値はあるっすよ。あるこれで。あ、あるっすあるっす。これ20近くあるんで。けどまあ安いっすよ。安いでしょ。安いし時間効率悪いんで。シャラよせいぜい数百円とかそのもんじゃないですか。いや一応2,000〜3,000あるっすよこれで。あります。まあじゃあエンディングいきます。お疲れ様です。お疲れ様でした。はい、じゃあ結果発表どうなったかな。はい、多分ね僕勝ったと思うの。いや僕もね負けたとは思いますね。まあちょっと自信がないです。そうですね。正直ちょっと、まあ、自分の引きをこう存分に出せんかったんです。 あれでおー俺も今日はちょっと本気を出さなかったな。右腕がまあ2人ともプラスだと思うんでね。そう結果はね。そうなんですね。負けるなってことは、ね、プラスは当たり前です。プラスは当たり前です。プロですよ僕たちは。いや間違いない。多分絶対プラスですから。はい、というわけでいいですか僕から。はい、さっき行くんですか。あ、じゃあ先どうぞ。じゃあ僕行きます。はい、でまあ、僕も絶対プラスなんで、あの、まあ、投資の方が2,750玉、はい、玉で言った方がいいこれ。そうですね、投資の方が2,750玉で、回収が15,397玉、プラスの12,647玉です。まあまあちょっとあれですね、負ける可能性は全然ある。今プラス12,600としたら、そうですね、12,000。今本当に聞いたんだけど、この結果初めて聞いたんだけど、はい、僕が投資が12,500発投資で回収ゼロで、はい、マイナス12,500発でフィニッシュなんですよ。っていうことは、ということは今日ワーさんが、あー今日ゲストで収録疲れた、あー疲れた、あワーさんお疲れ様です今日のギャラですって言って、何俺の財布からこっちに流れるだけ。ふざけんなよ。大人がしだって2人合わせたらチャラってことでしょ。そういうことですよ。いや一応チャラじゃない、プラス147玉。そういつもこうなんですよ実は。あの、はい、他の回でもゲストさんでもそうなんだけど、はい、なぜか2人合わせるとプラスなのに俺がとマイナスに片方が大きくプラスっていう回もめちゃくちゃ多くてね。いやけどお店からしてもね最高の演者さんですよね。負けてくれるし、集客してくれて、お金落としてくれて、最高って。ギャラリターンみたいな。もらったお金、そのまま。めっちゃええ演者さん。稼いでるって思ってたろ。だいたいこれぐらい負けるから。いやでも、いいだよ、つかめたと思うんだよ。まあ、これちょっと、まあ、冗談抜きで、勝負の面の話したら、僕の中では、あの内容面にしたら僕は惨敗。ジャイロさんが絶対勝ってる。その勝負はジャイロさんの勝ちやと思うんですよ。まあ、出玉面はもう圧倒的に僕が勝ってましたけど、僕の中では1勝1敗かなと思うんですよ。ああ内容は俺、出玉はだもうけど、まあ、僕の中では内容勝たんと話にならないんで、結構僕の中ではもう負けてるっていう感じの回になっちゃいましたね。その気持ちはね、結構わかるんですけど、普段だから例えばしっかり当たってたら、はい、内容で勝ったからいいやみたいな感じのエンディングになるんですよ、普段だから、はいはい、今は結果が無視かもかもしれない。ラッシュ入れたかったよ。ラッシュで話すことたくさんあったのにさ、1日打ってラッシュ入れへん演者ってどんな演者だよ。1,200円近くの回しか初当たり2のラッシュゼロだよ。何をしてるんですか。最近だから刑事とか打つとにわかって言われるんですよ、はい、刑事漆黒打つと、はい、漆黒ほとんど打てないんで確かににわかなんですけど、よしじゃあそこにいるみんな今日はジャイロを見せてやるぜと思ったら、普段の僕がねえ、あの喋ることもなかったんちゃうんすか。うわーもう寒いですよ。で、うわ前回、はい、名古屋でバトルした時に、はいはい、ほらたこの負けを補填するものを僕いただいたと思うんですよ。あーそう、ま、前回は確か甘げく1万円で、今日ちょっと5万円ほどのなくなっちゃったんで、はいはいはい、で、ティー君に金を借りるほど今また困窮してるんですよ。また金借りたんすか。また借りました。ちなみに今日彼から5万円借りたっけ。で、ちなみに1万しかなくて明日の軍資金でもことを書いてる始末なんですよ。はいはいはい、何かちょっとお恵みがないかなって。なんか僕のこと金持ち
YouTuber やってませんでした、ツイッターで。お金持ち YouTuber ではないですから。だけど、そんなジャイロさんに、じゃあまあ最後に、動画の最後に、そんなジャイロさんに5万円以上に、マジでなる可能性のある代物を授けます。5万円いや、以上になると思います、僕はね。マジでそれぐらいの価値あるものを最後渡すので。はい。あ、じゃあすいません、本当に俺平気でまたおでこ土下座するんで、それください、はい、床にポンって置いてください、はい、だから多分おそらくおでこガーンってやっておでこ上げた時にそれが出てくるって感じのがいいかなそういう感じにしますか。まあけどそれが最後に、動画の最後に。でも今回まあ正直僕の中ではジャイロさんに負けたと思ってるんで、まあ、ぜひちょっとまあ初見の店やったっていうのもあるんで、もう一回、まあ、できれば同じ店で戦いたいなと思います。今度は出玉麺、内容麺だってボコボコにしたいなと思ってるんで、もういい、内容でボコボコにされてもいいから出玉でボコボコにしたい本当に今内容も欲しいよ、本音を言えば。いやでも全然方法が本当欲しい。なんでまた借金生活に戻ってんだよまたじゃあいますか。後で。はい。じゃあまあもう一回、もう一回勝負したい。もう一回本当にあるかもしれないんで、これ見た方もう一回見たいですとか、ワンサンステキとかジャイロしねとか、ジャイロやっぱり見ますかとか。だけど店員さんにジャイロさんイケメンってめっちゃ言われてましたよ。並んだら、同じぐらいイケメン、同じぐらいイケメンですね。で、同じぐらいイケメンって思った方はバットボタンを押してください。ジャイロの方がブサイクだと調子に乗らなクソ親父と思った方はいいねを押してくださいどれぐらいバットくるんだろう。だけど、同じ、僕も正直ジャイロさん直接見てブサイクやと全く思わない。最近ね、顔に塗るクリーム買ったり、はい、ジェームスさんにいいもの食わせていただいたり、はいはいはい、そういうことをしてきたら顔色が良くなってきたんですよ。あ、けど確かにツヤツヤしちゃう。前はだから顔白かったりしたんで、あとマスクの効果もでかいのかな。あ、けど今日のマスク綺麗ですね。綺麗。前会った時もう10日ぐらい使っとっちゃうかっていうマスク使ってましたよ。使ってた、はい、あれはもう僕と無双で喋りすぎてね。あ、もうそろそろお話を終わりにして、5万円以上になる価値のあるものをください。ください。やった、今日プラスになる。5万円負けたけどプラスになる。床に置いたらいいですか、その品物を。いいですか、43歳。金のためならプライドなんかいらないぜを見せてやる。これだよ。これぐらいできなきゃダメだからね。5万円だよ。床に置きましたよ、今。はい。はい。これと、はい。5万円はい。いや、5万円以上になるかもしれへん、代物です。これでどけ…すいません、ちょっと…でも、僕今日負けたわけですよね。負け犬はやっぱり…さすがに…天城府だったらもう俺、秒でやるよ。でしょうね。秒でやるけど…こんなシール1枚でさすがに土下座できん。さすがに僕もできひんと思ったけど、5万になるかもしれん。ただせえへんやろなとは思ってます。僕はさすがにできひん。ジャイロさんはできひん。俺今日負けたわけじゃん。この悔しさをまでにガシに昇誕しなきゃいけないと思う。ここで土下座しなかったら頭したくない。5万とかだっていろんな人に決まって困ってるでしょ。けど一応限定ですよ。限定です。枚数限られてるんです。だから限定。みんな見たい。ジャイロさんやめてください。いいおっさんなんですから。ジャイロさんもそうだよ ね、やめてください。じゃあできジャイロさんできる。いや負けた、すいません。チェキシャワー、次ごめん。チェキシャワー、チェキシャワー、チェキシャワー。おでこに貼り付いた。僕は今日あれだけ負け、ラッシュにも入れられず、さらに5万円以上になる、なるものって言われて、これを提出されて土下座までしました。悔しい。
です。絶対に再戦して次は本当に潰しに行きますから。はい、というわけでまた屈辱のおでこ土下座をしましたけど。2回目。2連続。次は本音を言うと天城府でお願いします。はい、というわけで次回の VS ワーさんは今回もワーさんの勝利で終わりました。次回ね、また対決が、はい、もしかしたらあるか、ね、実現するように皆さんもコメントどしどしお寄せください。もう一回してほしいって言ったら最後に押してほしいです。お願いします。押してください、はい、あと同じぐらいかっこいいと思ったらバット評価ね。これ絶対忘れないで。で、いや、ジャイロの方がブサイクだよと思ったら、いいねボタンを100回ぐらい連打してください。絶対これ今回初めてバッと上回るから、こっちの動画。ってことは、一緒ぐらいのイケメン具合ってなるはず。でも、それはそれで僕も嬉しい。ということでね、まあ、手玉にも負け、土下座はさせられ、悔しい一日になりましたけど、次回またお会いしましょう。さよなら。